エコです。ナメカです。ピンクラテリーピー始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はピンクラテ TV 振り返ってみたです。イエーイ。私たちは卒業するので今までの歴史を振り返っていこうと思います。はい、それではどうぞ。ひめかは初めてのピンクラテ TV が放送されたのが中1だったんですけど、撮影に入ったのは小6で、アリアが小5だったんですけど、アリア以外全員人見知りじゃなくて、最初からなんて言うんだろうな、気まずいとかもなくて、多分2回目ぐらいで本当にだけ多分よくなれた気がするけど、3年ぐらいなのか分かんないですけど、多分相性が良かったです全員。最初どうだった？みんなと会ったのがキラチャレの決勝かな。で、ゲストで隣の楽屋だったんですよ、ピンクラテメンバーが、すっごいうるさくて隣の楽屋でこっちはあんまり喋ってなくて、みんなでちょっと距離を置きながらちょっと携帯見てたりしたの、すっごい隣がうるさくてで、写真を撮りに行きたくて入るのがすごい怖かったっていう記憶あります。で、新メンバーになってから撮影に参加したら、その時通り明るくてみんな喋ってくれたので、いい人たちだなっていうのが第一印象です。じゃあ一番印象に残った企画はありますか？読売ランド。ああ、読売ランドいいよね。楽しかった、楽しかった。お化け屋敷、うん、ああやばかった。でも全然平気そうだったけど、うんうん、他の方たちが、うんうん、アリアちゃんとあとゆめかちゃんとゆらちゃんがスライディングあして、うん、出てきたんですよ。ゆめか我慢強いんだけど、お化け本当に無理で本校も見れないし、みんなホテルに一人で泊まったりしてたんですよ、その時。だけどゆめかだけまだできなくて、みんなより遅くホテルで一人で寝泊まりできるようになったんですけど、でもあのお化け式で結構克服した。すごいマシになった。なんかでも驚かしてくるのが、あ、そうそうそう、確かに。うわーとかなかったから大丈夫だった。ただ暗かった。暗くて置いてあるみたいな人形が、だからお化け屋敷のレベルが優しかった。富士急のお化け屋敷とか言いますよね。確かに本当のいる、え、そう、本当のいるとかやばい。そう、そういうのはちょっと無理。やだやだやだ。いや、やめようかな、私なんか来そうなんか来そうだから。ゆめかの印象に残ってる企画は、でもゆめかもやっぱりなんかそういう読売ランドとか遠いとこにロケ行ったりするのが結構楽しかった、うん、名古屋行ったのがすごい印象的でしたね。なんかエコちゃん今日めっちゃ静かだよ緊張した緊張してんだけど、なんだっけ。なんかなんか普通にロケ好きで、次の撮影ロケあるって知ったら、あ、ドキドキワクワクみたいな感じで、あとは運動会とか楽しかった。遠出がやっぱり、うん、そうだよね。アリアちゃんと大阪も行ったんですけど、うんうんうん、いろんな名物を、たこ焼きでも観光する人が食べるって有名なやつじゃなくて、ちゃんと本場のアリアちゃんとかのおすすめが食べれたので、うんうん、本当に良かったなと思います。確かになんか現地の人と一緒にみたいな。そうそうそう。あとはゆらりの卒業式、実感湧かなかった。卒業って感じより、なんか次の撮影からも一層みたいな、本当に卒業だって感じしなかった。なんかわかんないけど、そんな感じですね、はい。じゃあ悲しかったことはありますか？悲しかったこと、一番印象に残ってない企画とか筆箱とか紹介は結構してるから、ね、そう、紹介系はちょっと印象に残らない。まあ自分なんだから、ね、確かに。あとはハーっていうゲームとか、なんでもんじゲームは結構残ってる。ゲームとか楽しかった。なんかメンバーと楽しくできるみたいなのが、うん、あとなんかね、撮影の帰りにお出かけするんだよね、うん、それが印象的でした。印象的でしたっていうか、楽しかった。そうそうそう、またしたい。じゃあ姫猫エピソードも姫猫エピソードも姫猫エピソードも。あいこが入った時に TikTok なんかあったじゃん、フォローショットみたいな。うん、あれの時になんかすごい似てるって言ってくださって、皆さんが似てないのに。いや似てないよ似てないみたいな、似てるよ、ちょっと似てないみたいな。え、じゃあちょっとさ、下見てみて、下、あ、下、あ、あそこ見て、あそこ似てない似てない。え、でもなんかこう
見ると似てないけど、写真とか不意に見るとたまに似てる時がある。ひめかは似てるなと思う。髪型がハーフアップとかで、うんうん、あー同じ髪型だと。どういうの並べた時さ、お揃いのうんうんやつにしたじゃん。あの日あんま似てなかったよ。あと、ひめかエピソード思いつくかな。ひめかちゃんの LINE の方言がわかんないの私。あ、そうそうそう、なんかひめかの方言がなんか通じないんですよ。なんか言わなかったっていう時に言わんだって言いますよね。言わんだって言わないですか。プレゼントを渡すみたいな時になんか何人に渡すみたいな感じでもう言ってあったのになんか聞かれたから、あの言わんだって言ったらうんって来たから、えって思って、じゃあ聞かなくていいじゃんと思って、えどういうことって送ったら、言わんだって何とか言ったので。でも通じないんだよね、みんなに方言。たまにちょっとわかんない。たまにちょっとみんなに言われる、それは。そんな感じです。はい、楽しかったね。ひめか3年間、ヘコちゃんは2年間、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。